レンタル彼女の岩井ゆりなです。この動画ではレンタル彼女に甘えても大丈夫についてお話しします。女性から期待される男性のイメージって一般的には男らしいとか頼りになるとかだと思うんです。でも誰にでも苦手なことや未熟な部分はあるのに、男性ばかりが女性から期待されるのは大変ですし、なんだか不公平ですよね。レンタル彼女を利用している男性は普段は周囲の人たちに貢献しようと頑張っていたり、他人に迷惑をかけないように気を使う誠実な男性ばかりです。でも頑張っている男性ほど疲れてストレスが溜まっていたり、悩んで落ち込んでいたり、話を聞いてほしい時ってありますよね。そんな時に甘えたいとかリードしてほしいなどの理由でレンタル彼女を利用する男性は実は意外と多いんです。多くの男性が想像するデートは男性が男らしくリードするみたいな感じかもしれないんですけど、レンタル彼女の場合は違います。女性だって男性に甘えたいって思うこともあるでしょうから、男性が女性に甘えたいと思ってもいいと思うんですよね。私はレンタル彼女としてだけではなく、女性として男性が弱い部分を見せてくれたり甘えてもらえるのは嬉しいと思っているんです。甘えると言っても過度なスキンシップはできないんですけど、気持ち的には親身になって寄り添ってあげたいので私を頼ってください。カフェや公園、ファミレスや居酒屋などでゆっくりお話ししたり、観光地やデートスポットにお出かけをして一緒に気分転換をしましょう。甘えたいとかリードしてほしいとき、話を聞いてほしいときは私に限らずレンタル彼女を頼ってください。レンタル彼女のサイトや Twitter の DM にご連絡をお待ちしています。